一般社団法人日本シービット療法協会の木田です。こんにちは。今日はシービットは大人には効くのかというお話をさせてもらいたいと思います。私のシービットセッションを受けているお子さんの隣でですね、サポートしてくださっているお母さん方が一つ大きな疑問として持っていながら、私に対して失礼になるんじゃないかと思って口にできないこと、それは、木田さんはチックを減らすシービットセッションをしてくれてるけれども、自分は顔面チックが出まくってるではないかと、自分のチックを止められないのに子どものチックは止められんのかしらというようなことではないかと思ったりしてます。それってですね、三段腹のトレーナーが送信トレーニングプログラムやってるとか、ぎっくり腰の整体師とかですね、あるいはお肌荒れまくりのデパートの化粧部員とか、ダメダメじゃんと言われてしまいそうなカテゴリーに、属することなんじゃないのという、そんな声も聞こえてきそうですね。でそんな疑問に対する私自身の答えは、必ずしもはっきりした根拠はないんだけれども、大人には子供に比べるとシービットはかなり効きにくくなると、という答えになります。2010年に発表されたですね、ウィスコンシン大学のダグラス・ウッズ教授その他による大規模なシービットの効果検証実験に関する論文によりますと、10歳から18歳までのトゥレットの子ども少年たちの 50% 以上にシービットは顕著な効果を示しましたが、成人に対して行ったシービットでは顕著な効果を示したのは 30% にとどまったとあります。私自身が子どもたちにシービットセッションを行っている中で感じるのは、子どもたちの脳は今やまさに発展途上であって、シービットのような比較的単純なやり方であっても可塑性の高い脳が再学習して拮抗反応の指示がチックを出さそうとする指示を上書きしていくんだなという驚きと不思議です。それに対して、自分自身にシービットを試してみて思うのは、50年もの年季の入ったチックは脳の中にしっかりと刷り込まれていて、しかもその脳はもはや還暦脳でですね、発達どころか萎縮が始まってますので、新しい指示を脳が再学習するなんてのは、無理というもんです。なので私は成人の方のセッション依頼があった場合はですね、子供に比べるとかなり効果は、落ちる可能性がありますよということをお伝えしています。シービットは脳が発展途上の時が一番効くというのが、今現在の私の持論です。本当に一番効くのはですね、小学校の4年5年6年生ぐらいですよね。こちらの言ってることをきちんと理解することがあって、練習を真面目にやる意思の力も育ってきている、年齢で、なおかつ脳がまだ柔らかい、そういう時にシービットは非常によく効くという感触を持っています。で、脳がある程度固まってきた大人になってきますと、どうしてもいわゆる習慣を変えていくというか、脳を再学習させるのが難しくなってきて、効きに、効果の出方に、それなりの限界が出てくるという感じではありますね。はい、そういう意味ではシービットは大人には効くのかという質問に対する疑問に対する答えは、効
くには効くけれども子供ほどではないという感じになるんじゃないかと思います。今日は以上です。また次回お会いしましょう。それでは。